ベージャ、ベージャ、ベージャは、ポルトガルベージャ県の都市、ベージャ市街は277メートルの丘の上に位置し、下アレンテージョ地方の広大な平原にある、戦略上の用地であることから、争いがあり、古代からすでに重要視された地だった。ケルト時代から定住しており、紀元前48年に、ユリウスカイサルによって、パックスユリア、パックスジュリアと名付けられ、 彼はここで、ルシタニア人と和平を結んだ。彼は町を、ルシタニアサイ南の地域サンタレンの中心地とした。アウグストステイ時代、町は、パックス・アウグスタ、パックス・オーガスタという名で繁栄した。戦略上の街道が交わる場所だったのである。西ゴート族が支配するようになると、町は、パカ、パカと呼ばれ、地教座が置かれた。セーアプリージを、530年没は、 赤の初代西号都市教である。七百十三年、町は、ウマイア朝軍に攻略された。九百十年に始まるキリスト教徒のレコンキスタの、試みが成功を収め始めた。千三十一年、ウマイア朝の五神後ウマイア朝が崩壊、ベージャは、独立した、イスラーム支配国家、タイファとなった。1四四四年、ベージャ総督シドライ、イブン・ワジールは、 セビーリアの権力に対抗するアルガルベのアブルカシムアフマドイブンアルフセインアルカシが率いたムリドゥンの反乱を助けた。1150年、町は北アフリカのイスラーム王朝と組んだムワッヒド朝軍に征服された。1162年、ポルトガルオアホンソ一世の軍を率いるフェルナン・ゴンサルベスより、町は再獲得された。しかし、1175年に、 ベージャはムワヒヒド町に再度陥落した。イスラーム支配は三州二世が最後に再征服した1234年まで続いた。これらの戦いによって町の人口は減少し、次第に町は廃墟に変じた。1521年にマヌエル一世により再度ベージャが死の地位に昇格しただけであった。ポルトガル王政復古戦争。 1640年から1667年では、ベージャはポルトガルイコールスペイン間で攻撃と占領が繰り返された。1770年に、ベージャは西豪都王国滅亡後千年以上経って、再び死去区となった。1808年、ジャン・アンド・シュ・ジュノー将軍指揮下のフランス軍は、ベージャを略奪し、住民を虐殺した。城は、 丘の頂上にそびえ、遠くからも見える。13世紀のディニス一世地下に城壁と同時に建設された。ムーア人に城塞化された古代ローマ時代の遺跡を元とする。四隅の角形塔と中央の花崗岩と大理石の要塞、トーレデ・メナジェムからなる縦岩付き橋壁を設けた城壁で構成される。トーレデ・メナジェムは高さ40メートルあり、ポルトガル一高い塔である。 要塞のてっぺんは、螺旋階段197段で登って行ける。途中には、古色様式窓のある三つのリブボールとで囲まれた部屋を抜ける。要塞周りの突き出し、狭間のマーロン、京壁の突壁は、小さなピラミッド型で突き出ている。縦眼付き京壁に立つと、一方は城下を見下ろす、感動的なパノラマである。一方は、 かつて四十の小塔と五つの門があった城壁の名残が一別できる。城は現在小さな軍事博物館となっている。城正面の広場は、ムーア人との戦闘で戦死した勇敢な戦士、コンサロメンデス・ダマイ・アマタオリダ・ドールにちなみ、名付けられた。白く現れた、ラテンイコール・ニシゴート時代の三島アマロオ教会は、城の隣に立ち、聖アマルスに捧げられたものである。 教会はポルトガルにある四つの前、ロマネスク様式教会の一つである。一部は六世紀からの内部円柱と中東は七世紀以来の墓ざりと幾何学模様が刻まれている。特に蛇に立ち向かう鳥が刻まれた円柱は特筆すべきである。教会は現在に仕事美術の小さな博物館となっている。この地方美術館は1927年に 設立された。かつてのノッサセニオーラダコンセイさン女子修道院、カンベントデノッサセンホラ、DA コンセスオが所有していた、膨大な美術品を収めたもである。このフランチェスコ会派修道院は、1459年に、ビゼウコウ、フェルナンド、ドゥアルテ一世の次男とベイジャ公によって、ベイジャ公邸宅の隣に建能された。建設は1509年まで続いた。建物に沿って、 講子細工の台話が走る、後期ゴシック建築の印象的な建物である。この優雅な台話は、仮に一部に、初期マヌエル様式の影響があるとしても、バターリア修道院の台話に似ている。西ファサードの入り口上部には、アジメス窓が見られる、マヌエル様式とムーアジーン様式の無オン窓。この窓は2層たちの部屋にあり、もとは、ベージャ皇の打ち捨てられた邸宅のものである。 入り口扉は、総火線アーチの下にはめ込まれている。四角形の手楼と拳穴等のある戦闘の混合物がある。修道院建物は、国の文化財に指定されている。エントランスホールは、贅沢な金箔飾りの施されたバロック様式の礼拝堂へつながる。礼拝堂は、半円状ボールとの下の本堂一つからなる。三つの祭壇、一つは、 福音社ヨハネに捧げられた17世紀のもの、残り2つは、聖クリストホロスと、聖ベントスに捧げられた18世紀のものは、金箔張り木工細工で装飾されている。4つ目の祭壇は、洗礼者ヨハネに捧げられたもので、1695年に、ジョゼロ・ロマーロの手によりフィレンツェのモザイク画で装飾された。 壁には1741年からの3点の宗教がアズレージョがあり、洗礼者、ヨハネの生涯を描いたものである。食堂とクラウストロ、クロウストローは見事なアズレージョで装飾されている。これらの一部はムーア支配時代からのもので、残りは16世紀から18世紀のものである。福音者、ヨハネのグアルドラからマヌエル様式の入り口を通り抜けて、 院内会議所へ入れる。この四角い部屋のリブジョーボールとは1727年の修繕時期に画家の手直しがされて一部に狂いが生じた。壁はアラブイコールヒスパニック風アズレージョで幾何学文様や野菜装飾で飾られている。アズレージョ上部は一部半円状で宗教テーマの絵画がある。これらは後世の手直しで狂いが生じている。描かれているのは洗礼者。 ヨハネ、福音者ヨハネ、聖クリストフォロス、アシジノフランチェスコ、アシジノキアララの絵である。美術館には、15世紀から18世紀のフランドル、スペイン、ポルトガル絵画の重要な作品が収められている。美術館建物には、初代女子修道院長ドニャウガンダと、ビゼウコーフェルナンドと、公爵夫人、ベアトリス・デアビシュ、ジョアニ一世の孫娘の母妃がある。 フェルナンドヌネスリベーロの考古学収集品が1987年に寄贈された。40年間の考古学調査で集めたもので、上階に展示されている。これらは、西ゴートとローマ時代の工芸品、イベリア語の古い記載のある、青銅器時代の破壊し、鉄器時代からの石碑である。収蔵品の中には、1541年からの、 中国陶器の興味深い断片エスクドラ・デペロで、ホリアがある。17世紀の貧者の宿女修道院にいた2層、マリアナ・アルコ・フォラードと、フランス軍士官、ノエル・ブトン、ノチ・シャミリコ及および、フランス帝徳となるとの恋愛事件で、文学界では、ベージャが有名になった。マリアナの部屋の窓ジェニラ・デ・メトラから、彼女は1641年に一度だけ若い、士官と出会った。ブトンは、 アレンテージョ地方でのスペイン軍との戦闘に派遣されて来ていた。彼女はすぐに恋に落ち、彼に当てて情熱的な恋文をご通書いた。この手紙のポルトガル語文は現在存在しない。手紙はフランス語に翻訳され、1669年にブリュッセルで出版され、すぐに他の言語版に翻訳された。この文学的書簡は無条件の情熱、希望、 祈り、諦めに満ちており、すぐに成功を収めた。同じ年に、出版元クロード・バルバンは、原本の五通に加え、新たな七通の手紙を、ポルトガル人の、社交界の淑女によって書かれたとして、続編を出版した。後、数人の雇われ作家が、同じテーマで、いくつかの物語を書いた。ポルトガル語の恋文で興味深いことは、17世紀には、ポートゲス。 ポルトガル語という言葉は情熱的な恋文と同義語になったことである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。